ウラジーミル・イワノビチ役人は、ロシア連邦の官僚、起業家。役人は、ウラジーミル・プーチン大統領の名誉かつ、側近グループのメンバーのうちの一人であると、観測されている。1948年6月30日に、ソビエト連邦のロシアソビエト、連邦社会主義共和国のメレンキに誕生する。父のイワンはソ連国境警備隊で勤務していた。幼児期は、 父の赴任先であるエストニアで過ごす。1972年に、レニングラード工科大学を卒業する。大学では、航空機設計を学ぶ。大学卒業後、レニングラード国立応用科学研究所に勤務。1975年から2年間兵役に就く。1977年に、ソビエト連邦閣僚会議国家通商委員会に勤務する。 1982年にヨッフェ物理技術研究所対外関係部長に就任。1985年にソビート連邦国際連合代表部員となり、1988年には同第一初期。いくつかの情報によると国際連合代表部勤務の間、KGB 第一総局の要因であったとされる。1991年のソビート連邦の崩壊後、 実業界に身を置く。1991年4月に、有利コバルチューク、セルゲイ・フルセンコと共に、添付者を創設し、フルセンコが代表取締役社長に、役員は取締役に就任する。また、同年コバルチューク、ビクトル・メアチンと共に、JSC クオーク社を設立する。さらに、同年12月には、ロシア銀行取締役、 少数保有株主となる。1990年代初めまで、サンクトペテルブルク近郊のコムソモリスコへ古都後半に、ダーチャを保有していた。このダーチャの近隣には、プーチン、アンドレイ・フルセンコ、セルゲイ・フルセンコ、ウラジー・ミルスミルノフ、ニコライ・シャマノフラもダーチャを構えていた。1996年11月10日彼らは、オゼロ協会を設立した。 1997年1月にバルトアンエキシム、銀行取締役に選出されるが、その後官会に戻り、2000年に、ロシア連邦交通省時間を経て2002年に、同第一次官に就任する。2003年10月24日に、ロシア鉄道副社長を経て、2005年6月15日に、同社社長に就任する。役人は、プーチン政権内に、臨然たる勢力を持つ。 2006年に与党統一ロシアの執行部役員に選出されると予想されたが、これは実現しなかった。2015年8月20日にはロシア鉄道の社長を辞任した。また、2012年から2015年まで国際鉄道連合会長も務めた。ありがとうございます。